さあサポーターの見守る中前半戦スタートです。本日の主審はステファノ・フェルナンディさんです。チェック、スペースがあれば上がってくるという形ですね。ちょっと当たる選手が少ないか。さあ固まっている。コートジボワール、ここはしっかりと守りました。コートジボワールとしてはこれでいいと思いますよ。ゴール前を固める。右から来てますよ。シュート。さあコートジボワール、本日最初のコーナーキックになります。初めてのコーナーからのセットプレー。中を狙ってくる。おおっと、これはどうだ。中に人がいる。シュート、右足。さあトッテナム先に点を許していますが、いかがでしょう。そうですね、トッテナムとしてはちょっと嫌な展開になったということでしょうかね。さあもうボールはここまで来ています。よく守ります。さあどうする。一人いい動きを見せてますよ。これは出てしまいます。硬い守りだ。もう一回リードメル。前半の15分が過ぎました。左サイド駆け上がる。ニアは駆け上がっていきます。一人で駆け上がる。自分で行くのか、自分で行くのか。そこからゾコ。あと1枚抜けばっていうところでしたかね。ちょっといい展開してますね。セギに行く。決めた、左足。2点差となりましたが、いかがでしょう。そうですね、巻き返すということよりも1点でも返しておいたらいいということですね。そうですね。中に誰か来てますよ。ここからドルグバー、サロモン・カルー一人だ。中にスッと入ってきますね。行くか。コートジボワールとしてはやれることをきっちりやってますからね。その結果が出てる感じですかね。なるほど。さあここから意地を見せることができるか。ポッテナム、いい力の展開ですね。さあコートジボワール、ボールを奪った。追加点のチャンス。中には一人。右に送って、トッテナム苦しい状況です。時計は30分を過ぎています。胸で落として、トッテナム、さあここまで押し上げてきました。ボールは戻り、右に展開します。中央よく動いてますね。外側からいった。おっと奪った。チェックに回る。中央ボールが出てきた。クロスバーだ。リターンからヤラス。さあ絶好の位置でスローインです。頼みますよ。細かいボールの奪い合い、短く出します。
これいい動きを見せてますよ。頭で流し込み、トッテナ点差を縮めています。追加点が欲しいところです。そしてイーグル、右へ出す。ここからどうする。中に誰か来てますよ。右サイド、ロスタイムも残り2分を切りそうです。両サイド奥に動いてますね。キーパーしっかり捉えました。しかしよく攻めてますね。チェック、サイドからどうする。ヘッド、はい。さあコートジボワール3点リードしています。真ん中いい上がり方してますね。守りを固める。ここで流れをつかみたい。深い1対1、シュート、もう一つ。さあいけるか。ここは精一杯クリアします。そして今ホイッスルが吹かれて前半、さあ後半下げて、ここはややトゥーレ。左からのチャンス、一人いい動きを見せてますよ。そのままいった。いや、うまく低めを狙ったんですけどね。エブエ、グランダーのシュートを打ってきました。ぴったりきた。どうだ。おっと、これは流れた。フリーで抑えました。大きくいい展開してますね。ここには誰もいません。ここで選手変わりますね。そうみたいですね。右に誰か来てます。トッテナム、ここからの攻撃になります。後半も15分が過ぎました。一人持ち上がっていく、一人で行く、うん、トッテナム、またメンバーを入れ替えてきます。これ高級っぽい。やはり4人ですね。この状況で選手を動かしているというのはある意味正解だと思いますよ。右サイド、エブエ、チェック、ここで受ける、チェックに回る。ボールは渡る。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。トッテナム、ここはしっかりと守りました。真ん中に行く、チェックです。さあどう攻めるか。いや、自分で持っていく、いいディフェンスを見せます。重たいボールの奪い合い。コートジボワールとしてはいい守りを見せたと思いますよ。パスをつないでいく、
ド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。中央から行った。ここからイードゥメ、そして前線コートジボワール、現在3点リードで試合が進んでいます。でも本当に今日はうまくボールを回せていますよね。やはりそのあたりがですね、今日の得点に結びついていると思いますよ。そういった基本的なところをしっかり意識してプレーしてますよね。はい、チェックゾクパスを選択、中にいる選手が少ないぞ。中に誰か来てますよ。ここは精一杯クリアします。左へ回して中盤でしっかり展開しますね。ゴール前を固める、ここはよく守りました。狙いとしてはいいと思いましたけどね。取ってな攻めているんですが、なかなかゴールマウスをこじ開けることができません。一人いい動きを見せてますよ。シュート、絶好のチャンスでした。非常に抑えの効いたグラウンダーでしたからね。ここで互いにメンバーチェンジが行われます。ああ、変えるんですか。としてはね、もう少し見たい気持ちもあるんですけどね。最後よく動いてますね。回してアドリストーン、正義に行く、左コートジボワール大差でリードしています。中に誰か来てますよ。いやー、しかし惜しかったです。ここで試合終了です。